ラワン、何も残ってないぞ。ダニアは誰も入ってないって。もっと調べて。ジェシカより絵が大事だったってことか。ロマンチックな靴だ。運んだもののリストか。保安が喜びそうだな。音声メッセージが1件。午後5時36分。ブコースキーさん、輸送機でそちらに向かっています。美術品のコレクションは屋上にお願いします。街に入ったらまたご連絡します。ラワン、隠し場所を見つけた。じいさんはヘリを呼んでた。コレクションは屋上らしい。見てくる。了解。残ってない。みんな壊されてる。ラワン、コレクターはいたが肝心の絵はどこにもない。ラワン、おい、いるか。ちょっとエイド。オーケー、手短に言う。ここにはウイスキーとウォッカ以外何もない。ウイスキーはいいやつだが、ホアンは上等なウイスキーが大好きだから、酔わせれば打ち解けてくれるだろうね。まだ食堂にいるか。出てった。船に戻ったみたいだよ。自分の部屋にいると思う。 OK、 行ってみる。ちなみにそのウォッカ、ダニアの大好物よ。こっちに来るならね。そんな気はないだろうけど、でもこの街を本当に知りたいならそれも手だよ。一応言っとく。you
る。ことしか考えてない。飛んでる時のお前はすごく優雅だよ。何を大騒ぎしてるのかと見に行った。違うの、うちの周りを一番ついてやがった。必要な水を丁寧に話しかけてみたら、特に拾ってくれ。白カビは大切しすぎて完成したいことなんて忘れてた。ゲイドの奴らは何でもやる。噛みついたりしないよ。強くはね。
インヒビターコンテナを検知。誕生日おめでとう。ああ、やっぱりお前も来やがったのか。ほら、この星で1年生き延びたお祝いだ。要件は何だ、ガジョ。おい、お前の目的は何だ。なぜ突然プレゼントを。お前の誕生日だってラワンから聞いたから。誕生日プレゼントという概念は俺も理解してる。トゥケダセンティナー。ああ、そうか。まあ、誕生日おめでとう。はあ、影には負けたが、まあ、気分が上がるもんが手に入ったからいいか。影？いや、ラワンならバーにいるぜ。エイデン、来てくれたのね。誘われたからな。嫌だったか。お酒持ってくるね、はっちゃけよ。ロー、今日は休みか。あのな、俺だって精神的に疲れることもある。命令を受けたら意味不明なものでもこなさなきゃならぬ。わかるだろ。ああ、わかるよ。さて、お前は来た。ラワンの勝ちだ。勝ち？何かの賭けか。ああ、ダニアはお前が来ないと思ってたが、ラワンは来ると確信してた。ラワンのやつ絶対来るって言ってたんだ。あいつらしくない。ほら、エイデン、飲んで。ニコラスの最高のお酒よ。ゲームをしようとしてたの。いや、やらないよ。勘弁してくれ。同じく。ああ、俺もダメだ。もうベロンベロンだよ。みんなだらしないんだから。エイデン、あんたはやる？何のゲームだ？構うな。どうせ酔っ払って恥かくのがオチだ。エイデン、このおっさんに逃げる口実を与えないで早く決めて。さあ、やるの？やらないの？よし、やるか。そう来なくっちゃ。ルールは簡単。回答者はものすごく個人的な質問に対して真実を答えるか、挑戦を受けるかのどちらかを選ぶ。なるほど。つまり答えたくなければ挑戦を選べと。甘いな。真実と挑戦のどっちを求めるかは相手が決める。拒否する場合は飲む。それじゃあ質問。ビルドーで誰かと寝た？いや。本当かよ。エイデンって古風なのかもね。まず恋に落ちてからってこと。ああ、そうかい。誰もがあんたみたいなわけじゃないの。よし、お前の番だ。お前の演奏が聞きたい。やめて。え？どういう意味だ。飲む。今のは忘れて。楽器をやるのか。その話はおしまい。飲んだよ。はい、次。ラワンはウクレレを弾くんだよ。本当か。ほら、次行くよ。エイデン、ローに出してみて。でもって、これはあんたへの挑戦。ローに歌わせてみて。本当ひどいんだから。真実だ。会った時から不思議だったんだが、昔は何をしてたんだ。いい判断よ。彼の歌は絶対聴かない方がいい。本当よ。タフなピースキーパーになる前、ローという男は何者だったんだ。父親だ。家族がいたんだ。子供がいたの？この事態が始まった頃に亡くした。はあ、助けようとした。もう少しだったが、最終的に生き残ったのは俺だけだった。今も生きてる。後悔しながらな。あんたの家族は感染者にやられたの？もっとひどい。人間にだ。当時よく出没した盗賊が食料を奪いに来たんだ。黙って全ては差し出せなかった。家族を守るためにな。俺は誇り高くバカだった。多勢に無勢でな。ごめんなさい。そんなつもりじゃ。
さあもういいだろ。じゃ暗殺の名人に何か聞きたいことはあるか。殺したいやつリストには誰が載ってる。ロー黙って、あんたの番じゃない。ワルツから逃げた後何をしてたんだ。ああ、きつい質問だ。生き残るためなら何だってやったよ。例えば。それは別の質問ね。飲むわ。いや、最初の質問に答えさせようとしてるだけだろ。そんなのどうでもいいでしょ。遡ればキリがない。ワルツから逃げた後はフランクが助けてくれた。私が抱える怒りを別のことに役立てろって教えてくれた。当時は彼らの仲間になりたかった。いつかはナイトランナーにってね。今思うとバカよね。 VNC タワーで彼らは壊滅、フランクは仲間をほぼ失った。ナイトランナーは解散し、フランクは酒に溺れ始めた。人生を捨て、自分を捨ててね。だから私はナイトランナーにはなれなかった。今じゃリストだけが生きる目的。おやすみ。質問を間違ったかな。それがこのゲームのいいところだ。遅かれ早かれ間違った質問に行き着くんだよ。じゃあまたな。おう、ガジョ、ここにいたか。アンガトな。ウォッカ遅れてアンガトさん。嬉しいよ。よし、飲むぞ。俺に。で、この声だめでの新しい一年に。お前、最悪ってわけでもないな。やっと受け入れてくれたか。いや、もっとひどいクソ野郎がいるってだけだ。今は酔っ払ってるしな。ラワンはどこだ。一緒にいただろ。ゲームをしてて間違った質問をしたようだ。ワルツから逃げた後の人生について。ああ、ガジョ、やっちまったな。ラワンに過去を思い出させちまったが、いいか、お前を気に入ってるからこんなこと言うんじゃねえぞ。なんでこんなこと言ってんのか自分でもわからねえが、だが絶対ラワンに過去のことを聞くな。絶対だ。いいか。よし、んじゃもう帰れ。誕生日なんだ。電気が使えて生活が一変するよ。電気がある場所では安全に暮らせる。追加するぞ。いや、俺はただその、もう認めろ。捕まってまで盗みを働いた甲斐はあったが、ジャガイモはそうでもね。やるよ、全部やるけど。
中なんだよ。今日はやけに退屈ね。うるさいな。考え事してんの。色男が来た。一緒にどうだ。大勢も楽しいぞ。遠慮する。ああ、気分を害したか。悪いな、どうもその辺の加減がわからないんだ。お待ちしておりますが、お急ぎください。正直その粘り強さには感心するよ。もう一回門前払いしたらどうなるか試してみたくなる。後悔するぞ。16年もののハイランドシングルモルト。パンデミックの前年に作られた品だ。どっかの競売に出されて、ひとたる50万ドル超えの高値で落札された。最高の贈り物だ。色男に。まあなんだ、よく俺のガードを崩したな。で、相変わらずライトが欲しいのか。マットは理由を言ってたか。本当の理由を。ああ、テレビ塔を制圧するためだ。待て、本気でか。イカれてるな。10年以上誰も挑みもしなかったのに。ブッチャーに備えて町の守備を固めときたいんだろう。だからみんなで記念碑を建ててやろうってか。問題はな、ブッチャーは攻撃なんか企んでないってことだ。根拠は？聞いたのさ、レネゲイドに送ったスパイにな。戦争の後俺たちは町の中心部を占拠したが、大佐はダムに居座ってる。レバーを一つ押すだけで町の半分は毒の水に沈むんだ。大佐もバカじゃない。戦争になりゃ何もかも終わるのを分かってる。 UV ライトは？ジャックは何に使う気だ。奴は何か隠してる。ここ最近何に使うんだってほど大量のライトを注文しちゃ、決まってその一部がどこかに消える。納品後の説明は一切なしだ。なぜライトの数をごまかす？そこだエイデン。ここで謎が浮かんでくる。ジャック・マットは長年チャンスがあったのにブッチャーを殺さなかったことを後悔してる。ダムを襲えば大佐が水門を閉めるのが目に見えてるからな。水位が上がれば地面の中の化学物質が押し出されて、この町の生き物全てを焼き尽くすだろう。もう10年以上膠着状態だ。お互い相手が動くのを待ってる。そんな中、誰かが電力を復旧させて状況が変わり、レネゲイドが食堂を攻撃した。俺はとにかくどうしてもライトが欲しいんだ。ああ、妹に何があったか確かめたいもんな。スパイがいると言っただろう。ワルツとお前の妹の手がかり。お前とマットが探してる GRE の科学者についても何かわかるかもな。俺の力をもってすればマットより先にそいつを見つけられる。そもそも奴には誰も見つけられないだろうが。あんたと手を組もう。お利口さんだ。町に来て間もないのにもう誰につくべきか分かってる。ライトをやろう。
じゃないとマットに怪しまれるからな。お前には大聖堂に行ってもらいたい。そこに隠れてる奴がいる。イカれた男だが腕はピカイチだ。そいつにこのスパイ装置を修理させろ。これが治ればマットが VNC タワーに設置しようとしてる通信機の盗聴ができる。泳がせて好きにさせる代わりに通信を抑えて余ったライトで何をしてるのか探るんだ。情報は最大の武器だぜ。どうした？まだウイスキーの話がしたいのか？認めたくないが、街に明かりがついた時は